申します。有馬と申します。1年かけて作ったお醤油も売って絶対これだ、はい、文化財に登録されたかどうか。お分かりました、お願いします。お願いします。あれ、はい、はい、ありがとうございます。よし、じゃあ早速行きましょうか。はい、お願いします。はい、手すり持ちながら行ってください。はい、あ、どうもありがとうございます。ってますね、今日多いですね、人ね。そうですね、うん、あー、そうですよね、そこ目の前のお店すごいですね。そうなんですよ、猫まんまのおにぎりが有名な。おー、猫まんま、はい、もうめちゃくちゃ並んでますね。おさっき、いつから私2時間前ぐらい見た時も、はい、もうこんな感じです。あ、そうなんですね、うん、お昼ぐらいから。あ、そうなんだ、はい、鰹節のお店なんですか。そうですね、そうなんですね。私はお魚屋さんだったみたいで。あ、そうなんですね。鰹節とか、なんて乾物屋さん。おお、乾物ね。はい、なるほど。魚のいい匂いしますね。いい匂いしますね猫まんまの。へえ、よかったら、はい、待ってる間だけでもカイロを、はい、ああ、はい、ありがとうございます。段取ってください。カイロをいただきました温めておきました。はい、あ、ありがとうございます助かります。めちゃめちゃ走ると寒いですからね。そうですよね、意外と。ありがとうございます。はい、屋根は開けっぱで。あ、開けっぱで大丈夫です。はい、お願いします。はい、よいしょ。じゃあ早速持ち上げるので、はい、背もたれに背中を立ててください。はい、お願いします。はい、行きます。1、2、3、よいしょ。よいしょ、大丈夫そうですかね。はい、大丈夫です。じゃあ本日30分のコースでご案内したいと思います。はい、本日担当します、有馬と申します。有馬っちぃって呼んでください。有馬っちぃさん、あ、わかりました。はい、お願いします。海外暮らしの有馬っちぃです。海外暮らしの有馬っちぃ、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そしたらじゃあ行ってきますので、はい、泣く泣きします。はい、お願いします。はい、よし、大きいです。はい、じゃあちょっと人が多いですけど安全運転 で、ね、はい、お願いします。お願いします。レッツゴー。おーありがとうございます。川越はすごいですね、人がなんかめちゃめちゃいますね。土日はやっぱ多いです。あー、やっぱそうですか、うん、全然平日と違う。あー、そうなんですね。平日に来るともう少しこう落ち着いてる感じですか。そうですね。あ、そうなんだ。土日やっぱ、はい、歩道も一般なんで、うん、なるほど、うん、まあ、この辺りはですね、はい、見ていただけると分かる通り、はい、電柱とか電線がないんですね。あ、確かに、はい、景観作りの一環で、はい、30年ぐらい前の平成4年に全部地中化されたので、はい、あ、埋まってるんですね、じゃあ、はい、その中に潜っております。あー、そうなんだ、いいですね。でも空は綺麗に見えますね。本当ですね、確かに、うん、あとはまあ工夫もここにもね、タイムズの看板もね、はい、お、タイムズの看板、タイムズっぽくない色してます。本当だタイムズってね、結構あの派手な看板ですもんね。そうですね、うん、チカチカ系ですけど、うん、これもね、工夫されて。あー、そうなんですね。おー、すごい、ここも行列です、ね、すごいっすね。あ、焼き鳥屋さんですか。いい匂いします、ね、
すごい並んでるな。すごいですね。なんか、はい、どこのお店もめちゃめちゃにぎわってますね。そうなんですよ。ここ曲がったところも、はい、左手の親子丼の美味しいお花さん。あ、この今並んでるところですか。そうです。あ、そうなんですね。ここも結構ね、人だかりが今日もね、にぎわってます。おはい、大正ロマン夢通り、はい、うん、メイン通りとかの江戸っぽい感じなんですけど。あ、そうですね、うん、うちの方はちょっとレトロでハイカラな。あー、そうなんだ。大正昭和のあたりの。へー、ね、おー、右手には川越で一番老舗のうなぎ屋さん、はい、おなぎくさんですね。うなぎ屋さんですか。うなぎ屋さんです。川越ってなんかさっきちょっと歩いてたら、はい、結構うなぎ屋さんがいっぱいあったんですけど、はい、多いですね。多いのは、はい、まあ、埼玉は海なし県なんですね。はい、うん、海なし県、海がない代わりに川が多いので、はい、ああ、そうかそうか、はい、入間川っていう川が、はい、一番綺麗だったって言われてるみたいなんですけど、はい、まあ、お醤油も有名なので、はい、この二つが掛け合わせて、なるほどね、うなぎ美味しく食べれます。あ、じゃあお醤油屋さんも多い感じですか。そうですね、お醤油屋さんもちらほら。あ、そうなんですね。ありますね。へえ。お、本当町のなんか建物がちょっとこう、うん、レトロな感じでいいですね。そうですね、うん、なんかタイムスリップ感。そうですね、ありますね。ありますよね、うん、ジャパニーズカルチャーを存分に感じて、はい、なんか皆さんね、メインの通り見て、はい、帰られちゃうこと多いですね。ああ、さっきの出発したところですよね。そうですね、うんうん、意外とね、こういう、うん、ちょっと入ったところ、うん、ちょっと入っただけでも雰囲気変わるので。本当ですね。小道使うのは全然ありですね、うん、こっちはちょっと人通りが少なくて歩きやすいですね。そうですね、それもありますね。うん、ここも最近ね、うわぁ、沼のコーヒーさん、すごい対象感。へぇ、すごいですね、なんかテーマパーク。はい、はい、乗ってくれた時に、うん、あそこがメイドカフェの元祖なんだよって。あ、そうなんですか、はい、え、ってことはメイドさんいらっしゃるんですか。なんか制服がちょっと、はい、なんて言うんだろう、そういう感じ。あ、そうなんだ。で、へえ、面白い。元祖のカフェってなってますか。あ、川越なんですね。らしいです。面白い。真相は分かんないですけど、諸説あるってやつの一つですね。諸説ありますけど、はい、なるほど、はい、一説では言われてます。はい、ありがとうございます。はい、あ、いい匂いする。焼きそばですね。うん、こちらは太麺の焼きそばが食べます。あ、そうですか。あ、いいですね。左側はたみこえ、旗が越えろ。あ、これ映画館だったんですか。今ホテルに入りまして、大きい建物ですね。うん、1階はフードコートになってて、はい、お、最近人気なのかな、ミセスハンバーガーが結構インスタですごいな、このハンバーガー串に刺さって4種類ね、はい、味が選べるんですね。あ、そうなんですね、ボリューミーで片手でね、持ち運べるのもありがたい、はい、あ、それはありがたいですね、うん、アリマッティさんは結構、はい、あの、食べるのとか好きですか。食べるのとか好きですか。食べるの大好きですね。あ、じゃあいいですね、ここ。はい、あ、そうですか。やっぱ仕事して、はい、走るんで体力使うじゃないですか。そうですね。だったらもうお腹すくんで、はい、もりもり食べて、あ、いいっすね。たくさん寝てっていう、もうめっちゃ健康的なルーティンです。じゃあちょっと今日なんかおすすめのお店とかあったら、はい、はいろいろ紹介してください。お願いします。ありがとうございます。まあ、目の前にもね、はい、うなぎさんという、はい、うどん屋さんです。あ、うどん屋さんですか。埼玉県はうどんの生産量が、はい、日本
で第2位です。そうなんですね。香川について第2位なので、うん、なんかあの武蔵野うどんとか有名ですよね。スケジルうどん、スケジルうどん、うん、スケジルうどん、いいな。埼玉県だけで25種類ぐらいうどんの種類あるよって言われてます。めっちゃありますね。すごいな。そうなんですよ。鈴木さんはあれですね、はい、あの夏にぴったりなのは、うん、レモンがこう敷き詰められたうどん。爽やかな、はい、うん、かなり夏あの女の子たちが あ、そうなんですね。食べてましたね。美味しそう。へえ。お、すごい。なんか広いお寺ですね。うん。おお、かっこいい。ね、はい、こちらが、漢字で書くとこういう字を書きます。連携寺っていうお寺さんですね。連携寺、はい、結構難しい漢字ですね。そうですね、うん、ちょっとおしゃれな1549年に創建されたお寺さんで、500年ぐらい前。そうですね、大体そのぐらい歴史があるんですが、うん、一番ここでは有名なのが、はい、呑龍上人っていうね、はい、うん、お寺の提灯にも書いてあります。呑龍上人、はい、呑龍さん、呑龍と書いて呑龍です。あ、へぇ、呑龍上人って読むんですけど、うん、そのお坊さんがまあ有名な方で、はい、そのお坊さん何をしたかっていうと、はい、まあ、飢饉の時代ですね、貧しくなってしまった家の子供をお寺の方で預かって、はい、優秀なお坊さんに育て上げたと言われてます。ああ、そうなんですね、はい、なので、はい、まあ、今あの子育てのご利益がありますね、はい、あ、うん、あそこにいる人ですか。赤い人ですか。はい、あれはまた違うんですよ。あれ違う人なんですね。あれはおびんずる様って言って。おびんずる様、はい、あ、自分の悪いとこと同じ箇所を撫でると、はい、良くなるよって。あー、そうなんですね、はい、おー、みんな結構頭を撫でるみたいで。違いますね。頭の塗装がよくね、はい、剥がれやすいって。あ、そうなんだ。面白い。そうなんですね。そうなんです。へー、まあ、あの呑龍上人は、はい、幕府公認の、はい、ここお坊さんの大学だったんですけど。あ、ここお坊さんの大学だったんですか。そうなんですよ。家康さんもそういう呑龍上人の功績認めてて、はい、当時関東でここ含めてお坊さんの大学18校あって、はい、ああ、そうなんですね、はい、全部で関東18段林って呼ばれてましたね。ああ、そうなんだ、うん、へえ、ね、まあ、こうパッと見た時に旗も、うん、五色の旗ね、ありますけど。あ、本当だ。あれも五色幕って言って、はい、あの位の色分け、袈裟の色があれによってお坊さん違ったんですよ、はい、あ、そうなんだ、はい、それでなるほど、ね、位を分けていたって言われてます。へー、うん、初めて知った。お寺さんでございます。おー。あの徳川家が、はい、あのまあ、家屋さんですね、関係してるので、はい、徳川家の家紋が散りばめられてたり。おー、本当だ、うん、ありますね。よく見るやつですね。水戸黄門でね。見るやつですね。はい、へえ。こんな感じのお寺さんです。はい、おお、面白いですね、なんかこう。素敵なお寺さん。はい、うん、結構私好きなスポットです。あ、そうですね。うん、おお。なんか空気感が落ち着きます、ね。確かに、うん。静かで。静かですね。うん、よいしょ。アニマッティさんは。このお仕事はどれぐらいやられてるんですか。今5ヶ月ぐらいですね。5ヶ月ぐらいか、はい、ほうほう、ピチピチですよ。ピチピチ。自分で言うのもあれですけど。そうなんですね。ほやほやです、はい、このお仕事は何で始められたんですか。地元が埼玉なんですけど、はい、地元の友達とたまに遊びに来てて川越に。ああ、そうなんですね。はい、で、その日も、はい、川越久しぶりに遊びに行こうよって、うん、ことになって、はい、遊びに来たんですね。はい。で、その時人力車見たんですね。はいはい。遊んでる時に。うん。それまで多分、はい、知らなくて人力車あるの。ああ、そうなんですね。あ、川越に、はい、ああ。その遊んだ日に初めて多分見たんですよね。はい、はい、はいはい。はい、ビビビって思って、おお、金銭に触れたんですよね。やりたいと思った感じですかね。その瞬間に。これやるしか
いと思って。おお、すごい。絶対にやると思って。はい。そこを調べて。はい。この日も一日中。はい。ずっと友達に。はい。一日来たらやばいみたいな。絶対これやると言って。はい。あ、そうなんだ。はい、女の子でもなれるのかなとか。はい。調べたら。はい。あ、そうですよね。はい、うん。いいよっていう書いてあって。はい。なんか、まあ、川越でもできるんじゃないかなと思って。おお。すぐ思ってました、ね。ああ、すごいですね。川越ってあれですもんね。他にあの女性の車夫さんっていらっしゃらないですよね。そうなんですよ。私だけなので。すごいですね、じゃあ。ちょっとね、はい、仲間も欲しいですけど。ああ、そうですね。確かに確かに、うん。そっか。この人力車の、はい、お仕事は、うん、本業になるんですか。今学生で、あ、学生ですか。大学4年生なんですけど。あ、そうですね。はい。もう、はい、やるって決めたら、はい、もうなんかそれにしか目が向かないタイプなんで。はい。大学卒業してもこれやります。あ、そうなんですね。はい、おお、そうなんだ。もう気が済むまでやります。はい。あ、そうですか。じゃあこの動画見て川越に来た人は乗れるって感じですね。ぜひぜひ。あ、そうなんだ。まだいます。おお。ロマンを感じちゃったので。すごいですね。素晴らしいですね。金魚亭さんですね。金魚亭。ここも最近あの、はい、インスタグラムでめっちゃ出てくるんですけど。ああ、そうなんですね。金魚の、うん、たい焼きならぬ金魚焼きっていう。金魚焼き？はい。金魚の形した。ああ、そういうことか。はい。へえ。金魚鉢に見立てて。はい。ソーダが、金魚鉢にソーダが入ってて、あ、へえ、なんか映えそうですね。そうなんです。うーん、結構ね、若い女の子が、はい、お写真をね。ああ、そうなんだ。そうですね。へえ、面白いですね。お、こちらはですね、はい、お醤油さんですね。お醤油さんですか、ここ。はい。うーん、江戸時代から約250年ぐらいの歴史があるお醤油さんで、はい、醤油屋さんありますよってお話をしたんですけど、はい、このお醤油屋さんが唯一お醤油蔵を未だに裏に持っているお醤油屋さんですね。あ、蔵があるんですか。蔵があります。土日祝日は蔵の見学もできますね。あ、そうなんですね、うん、お、有名なお土産は、はい、入った正面にあるお醤油を使ったごまドレッシングが、ごまドレッシング、はい、私も、うん、あの先日まで、はい、買って家で使ってたんですが、あ、そうなんですね、ちょっと切らしちゃって、今切らしてる。また買おうかなと思って。あ、そうなんですね。知り合いにもあげました、私が。 おすすめです。あとは、お醤油使ったプリンも売ってて。あ、美味しそう、うん、みたらし感覚で。あ、いいですね。甘じょっぱい感じで。あ、日本人はみんな好きな味ですよね。そうですね、はい、間違いないと思います。そうですよね、うん。では松本醤油さんは、はい、普段普通のお醤油って1年かけて作るんですけど、はい、2年かけて作ったお醤油も売ってますね。あ、じゃあなんか濃厚な感じなんですかね。こだわりの。おお。行きますので。そうなんだ。あ、いいですね。アリマッティさんはこのお仕事始める前ってなんか別のお仕事とかされてたんですか。そうなんですよ。お、まあ、はい、本当に真逆なんですけど、はい、メイドカフェでね。メイドカフェ。ね、そうなん、メイドさんだったんですか、じゃあ。メイドさんでした、ね。おお、そうなんだ。そうなんです。はい、はい。一日だけメイドさん復活しちゃうんですよ。あ、そうなんですか。たまにメイドやってるんですか。ちょっと、はい、卒業しちゃうメイドさんがいて、はい、あ、そうなんですね。メイドさんのお手伝いをしに行った感じなんです。そうなんだ。全然復活しました。おお、すごいな、面白いな。耳とか生やして、はい、あ、そうなんですね。なんかそういう感じも似合いそうですね。なんか、はい。びっくりでしょうね、そのメイドカフェで、はい、知ってくれてた人からしたらね。ああ、まあそうですよね。人力車格好でね、うん、確かに。人力でやってるとは確かに思わないですよね。元メイド車夫。ちょっとなかなかいないんじゃない。初めて会いましたね。面白いな。こんにちは。ビブワイにテレビ映ってましたね。あ、どうも。もういい男乗せちゃって。ありがとうございます。ありがとうございます。
テレビに出られたんですか。そうなんです、アドマチック天国にちょっと出させていただきまして、日本でめちゃめちゃ有名な番組じゃないですか。しっかりすごいな。あ、そうなんですね。最近出たんですか。そうですね、1月の頭ぐらいで、はい、2週間ぐらい前ですかね。じゃあ、そうなんだ、すごいですね。結構話しかけていただいて、はい、あ、そうなんですね、有名人ですね、もう。ありがたいことに。おー、そうなんだ。でここもね、はい、アドマチック天国さんに出てたんですけど、はいはい、山屋さんって料亭さんですね、こちら。あ、料亭なんですか、ここ。へえ。でも、まあ、私は、はい、あ、別荘だったんですか。はい、埼玉で一番お金持ちだった、はい、横田五郎兵衛さんという方の別荘でした。あ、そうなんだ、はい、へぇ、敷地が900坪あります。900坪。今ちょっと見てないんですけど、はい、奥にお庭が広がってます。あ、そうなんだ。そうなんですよ。へぇ、広いお庭なんですけど。900坪。900坪、めちゃめちゃでかいですね。じゃあサッカーコート半分ぐらい。あ、そんなにでかいんだ。すごいな。はい、方が、うんうん、山屋さんとご縁があったので、はい、今は土地譲って料亭という形で働いてますけど、はい、あ、そうなんですね、うん、まあ、川越はお金持ちが結構多い町、はい、あ、関東を抜いて江戸で、はい、関東違う、江戸を抜いて、はい、関東で一番栄えた町って言われてるんですけど、はい、あ、そうなんだ。まあ、上手にこう商業を行っていたっていうのがね、はい、理由にありまして、はい、どういうふうに商業を行っていたかっていうと、はい、あっちの方に新河岸川っていう川があるんですけど、あ、川があるんですね。はい、その川を使って、はい、船でやり取りをしてました。おお、そうなんだ。はい、っていうのも、はい、川越と昔でいう江戸は、はい、その川でつながってたんですよ。ああ、そうなんですね、うん、今も川越から浅草はつながってるので、はい、おお、そうなんだ。泳いで帰れるんですけど頑張ればね。で、はい、船にお醤油とか、はい、川越で採れたお芋とか、あ、織物とかを積んで、はいはいはい、江戸に送ってました。お、なんか僕、浅草で、はい、浅草の社夫さんから、うん、浅草がすごいさつまいものお店、はい、お菓子のお店が多いのは、うん、その川越と川でつながってて、川越からこうさつまいもが、そう、さつまいもが送られてくる、そういう文化があったからっていうのを聞いたことあります。そうなんだ、はい、絶対それだ、はい、リンクしてる。そうですね、そうなんですよ。まあ、こっちからはお芋を送ってたんですけど、はいはい、逆にね、私たちも浅草の方はお世話になって、はいはい、あ、江戸ですね、そうですか、江戸からの文化こっちにたくさん移住したおかげで、はいはい、町並みがどんどん江戸っぽくなって、はい、だから江戸っぽいところがあるんですね。そうなんですよ。なるほど。なので私たち川越のことを別名で小江戸って呼んだりするんですけど、はい、小江戸ってそういう意味なんだ。そうなんです。そこにもつながってくるんですよ、はい、あ、小さな江戸って書きますよね、漢字で。そうです、小さな江戸で小江戸ですね。そうなんですね、面白いですね。リンクしましたね、ここでね。繋がってましたね。そうなのです、はい、そういう歴史がありました。お、はい、ドラマの撮影とかでもここはね、はい、使われてます。ああ、そうなんですね、へえ、かっこいいな。小栗旬さんとか、綾野剛さんとか、あ、もう日本を代表する俳優ですね。はい、はい、そうなんだ。この通りは出世横丁って呼ばれてるんですけど、出世横丁、はい、おう、まあね、先ほど言った横田五郎兵衛さんだったりね、はい、いろんな豪商の方たちがこの通りから出世していったよという、はい、あ、そうなんですね。おお、はい、目指す方向にね、りそな銀行、立派な銀行見えるので。 あれ銀行なんですね。そうなんです、確かに。なんでね、皆さんが出世するようにね、はい、あ、そうなんです。へえ、御社の乗り場のすぐ近くですね。そうですね、うん、基本的にこの前に私たちいます。あ、そうですか、うん、そのりそな銀行も、はい、もともと木造の銀行だったんですけど、はい、鉄道鉄筋コンクリートで。ああ、そうですね、はい、埼玉で一番最初に作られた銀行がこのりそな銀行ですね、はい、ああ、そうなんですね、はい、おお。で、埼玉で一番最初に文化財に登録された建物が、はい、このりそな銀行。ああ、そうなんですね、はい、めちゃめちゃじゃあなんか貴重な、はい、貴重な場所ですね。めちゃくちゃ貴重です。うん、そうなんだ。はい、へえ。設計士さんが、はい、安岡克也さんって言うんですけど、はい、東京駅の赤レンガ事務所を、はいはい、設計した方が、このりそな銀行の設計ですね。あ、
そうなんですね、日本でも有名な設計、はい、あーそうなんですね、すごいな。この通りがね一番栄えてる、はい、ここが一番なんかあの江戸っぽいですよね。そうですね、蔵造りたくさんありますね、うん、そうですね、やっぱりあの川越といえば蔵造り、うん、こういう街並みが広がっているわけなんですけど、これはあの何のために蔵造り増えたかっていうと、はい、火事対策のために増えていった建物なんです。あ、そうなんですね、はい、まあ、明治26年に川越大火っていうめちゃくちゃ大きい火事がありまして、はい、今の柏横丁のあたりから火が出て、はい、街の約3分の1が焼けちゃったんです。あ、そうなんですね、はい、1302軒の建物が焼けちゃって、はい、この中で、はい、はい、建物残ったんですが、はい、それが蔵造りの建物だった。ああそうなんだ、へえ、はい、それを見た、はい、職人さんたちが、はい、帰ります、行きたくなります、次にね、火事対策どうやってしようかっていう時に、はい、まあ焼け残ったのが5軒の蔵造りだったんで、はい、建物を蔵造りにすれば、そのまま、ね、火事対策もできる。ああ、なるほどね、はい、火事対策のためにこういう蔵造りが増えます。ああ、やっぱ蔵って燃えないんですね。そうです、 CD でできてるので、はい、主に、はい、ああ、そうですよね、はい、まあ、木造よりは全然燃えにくいですね。おー、骨付き通りですね、左側にドドンと、すごいな。これは何ですか？これは時の鐘と言います。お、時の鐘、川越の、浅草にもありますよね。でも浅草とは全然規模が違いますね。うん、すごいですね。もう絶対見てほしいですね、川越から。そうですよね。ここめっちゃいい匂いしますね。本当ですね。うん、ね、りまーす。すごい混んでるですね、うん、これのビールもね、クラフトビールですね。あ、はいはい、最近結構あのコンビニとかでも売られてますよね。そうですね、うん、種類も5、6種類ぐらいありまして。あー、そうなんだ。飲み比べするのもいいですね。いいですね。左側にスターバックスさんがあります。すごい、おしゃれなスターバックスですね。そうなんです。テラス席もございますので、はい、あ、そうなんですね。まあ、優雅に行きたいも行けます。まだあのできて、はい、もうすぐ5年なんですけど、はい、2020年の、はい、訪れるべき世界のスタバ20選っていうのに、はい、選ばれてます。あ、すごいですね。そうなんです。へー、そうなんだ。割とホヤホヤなんですけど、はい、もう世界進出しちゃってるすごいな。いや、にぎわってますね。本当ですね、今日はもう、うん、ギャラリーがギャラリーがね、よいしょ、ちょっとじゃあ正面からね、はい、滝の鐘を、あ、ありがとうございます、見ましょう、よいしょ、こんな感じですね、はい、はい、わ、ここから見るとよくわかりますね。そうですね、大きいな、やっぱ一段と高いんですよ、はい、本当ですねまあね、目の前に見えるのが滝の鐘っていうね、はい、まあ、木造三層構造の大時計ですね、はい、ああそうですよね。あの作られた、はい、当時の理由は、はい、酒井忠勝さんっていう、はい、ちょっとまあ時間に厳しい貴重めなお殿様がいまして、はい、その方の命令で作られた大時計と言われてます。ああそうなんですね。時の鐘っていうだけあって時間の役割を果たしていたので、はいはい、当時は2時間に1回、はい、人力でこう打ってましたね。ああそうなんですね、はい、で、はい、今もこの鐘、はい、鳴ってます。時計の役割してます、はい、1日に4回鳴ってまして。ああそうなんですね、はい、朝の6時と、はい、昼の12時と、はい、おやつの3時と、はい、夕方の6時の4回。ああそうなんですね。今はね自動でなります。あ、自動ちょっとね頭良くなります。あ、そうですね
そっか。自動で。はい。なりますね。はい。うん。初代は400年前に建てられたんですけど、はい。これもね、3回火事にあっちゃってるんですよ。ああ、そうなんだ。はい。なので、今見えてるのは4代目の。はい、あ、4代目なんですね、これ。4代目の時の鐘です。へぇ、明治の26年にあった川越大火の翌年に作られた、はい、そうなんですね、4代目の時計ですね。へぇ、そっか。高さが 16.2 メートルあるんですけど、うん、わー、大きい。そうなんです、はい、これよりも高い建物は、はい、この付近じゃ作っちゃいけませんよっていう風に、はい、あ、そうなんですね。そうです、条例で定められてますね。じゃあ川越で一番高い建物、この付近だった。この付近だったら、ああ、そうですか。桜の町付近だったら、これが一番ね。はいはい、ああ、そうなんですね。はい、高いですね。おお。シンボルタワーです。へえ、高いですね。ね、ここから見るとね、うん、夕方はライトアップとかもされるんで、ああ、そうなんですね。もっともっと綺麗です。おお、うん、いいですね。ありがとうございます。わあ、ここの行列すごいですね。ここは本当、うん、すごいな、これ結構すごいじゃん。ははは、お札チップのお店ですね、はい、お札チップ、はい、あのさつまいもを薄く伸ばして、はい、あ、チップス状にしたお菓子なんですけど、あ、さつまいものチップスなんですね、うんうん、お札あんさんっていう、お札あんさん、はい、へえ、すごいっすね。はい、こうディップして、ああ、そうなんですか、はい、うんうん、食べれます。お、僕ここは食べたことあります。あります、昔、はい、来た時に。美味しいですよね。美味しかったです。そう、よく来てもやっぱね、はい、混みますね。混んでますね、あそこね、うん、昔も混んでました。大人気ですね。はい、そっか、すごい。この辺は急に静かになりますね。でも、はい、ここはもう、はい、裏道、穴場の建物あるんです。そうなんですね。ちょっと人だかりありますけど、サラザさんね、はい、ちょっと看板出てるので、はい、あれは、埼玉で一番古い映画館ですね、はい、あそこ映画館なんですか、はい、へ、今もやってますね。あ、そうなんだ、はい、めっちゃ人いる。ですね、はい、昔はね、寄席とかでも使われてて、あ、そうなんですね、うん、おー、その後映画館になって、はい、映画館は一回閉館しちゃったんですけど、はい、あの地元の方の協力とか、はい、NPO の協力で、はい、500万円ほどお金が集まって、また復活しました。おー、そうなんだ、うん、こっちにもね、初音屋ガーデンさんっていう明治元年創業の、はい、もともと料亭だったんですけど、はい、今フレンチのお店になってます。え、ここフレンチなんですか。はい、おしゃれな感じで、はい、結婚式の会場でも使われますね。そうなんですね。めちゃめちゃ料亭感ありますね。そうなんです。まあ、もともと料亭ってこともあったので、はい、フレンチの中でもちょっと和のアクセントが効いた。ああ、そうですか。食べられますね。これ横も同じお店ですか？そうです。ここ当店で。そうなんですね。はい、めっちゃ大きい。ティラミスとかも食べれます。おー。あー、美味しそう、うん。めちゃめちゃ大きいお店ですね、じゃあ。そうですね。なんで、こう、裏道一本ずれるだけでも、ね、はい、本当ですね、うん、なんか探検するといいですね、川越、うん、穴場ほど面白いかもしれない。おお、こういうとこを紹介してもらえるから人力車っていいですよね、うんうん、そうですね、皆さんやっぱね、もったいないんですよ、うん、やっぱりね、メインのところで満足しちゃうって方が多いので。そうですよね。そうなんです、紹介したい、はい、ありがとうございます。もっとあるんだぞってのね、うん、アリマッティさんは、はい、海外のお客さんを乗せることってありますか？ありますよ。ちなみに英語でご案内とかってされる感じですか？もう最近すごいね、頑張ってます、はい、あ、頑張ってますか？最近、はい、ちょっと勉強したり、はい、シャフの男の子で、はい、英語得意な子がいるんですけど、あ、いるんですね。お、教えてもらったり、あ、そうですね、頑張って、はい、あ、そうですか。苦手なんですけど、はいはい、もうパッションと、うん、フィーリングとスマイルで。あ、そうなんですね。そっかそっか、頑張ってます。おー、高橋優さんも、はい、歌詞で言ってたんですよ、はい、
はい、英語じゃなくて笑顔だよって言ったんで、はい、あ、そうですか。なんで間違いないと思います、はい、あ、日本で人気の歌手の方ですね。そうです、高橋優さん。間違いない、はい、英語じゃないです、笑顔です。あ、そうですね。アリマッティさんめっちゃいい笑顔ですもんね。はい、やったー。浅草ほどじゃないんですけど、はいはい、結構海外の人もいますね、やっぱり。いますよね、うんうん、冬は、はい、さらに多くなった気がします、ね、あ、そうですか、うん、あ、まあ、そうですよね、うん、ちょうど年末、あの昨年の10月ぐらいから多分こう、そうですね、どんどん入ってきてる感じで、から増えて、うん、やっぱ、はい、そのジャパニーズカルチャーが好きな人が、はい、来てくれるんでしょうね、川越に来るっていうことはね。川越ね、確かに、うん、そうっすよね。ちょっとなんだろう、埼玉に観光ってなると、うん、なかなかね、詳しくないと埼玉県民なんか、はい、みんな埼玉なんもないって言うんですけど、はい、いや、あるよ川越があるじゃん、確かに結構あの東京からだと1時間ちょっとぐらいで来れるんで、うん、そうですね、結構ね、アクセスはいいと思います。いいですよね、うん、そう、来やすいと思いますよ、うん、ぜひぜひ皆さん来てください、うん、割とでも遠くからはるばる来てくれる方もいますね。あ、そうなんですね、うん、おー、北海道から来たとか。あ、そうなんだ。新潟から来たとか。へえ。群馬も多いな。おー、群馬、うん、そうなんですね。川越来るとなんかすごくこう日本っぽさを楽しめますよね。そうですね、うん、やっぱそれが一番だと思います。そうですよね、うん、この蔵造りもやっぱ日本の伝統的な文化じゃないですか。そうですね、うん、確かに。先ほどあの川越大河、はい、ずっと5軒だけ、はいはい、残ったんで、うん、はい、そのうちの1軒が左側に出てきます。お、この隣の連の大沢旧住宅ですね。あ、そうなんですね。国の重要文化財。わあ、古そうな感じの建物ですね。川越で一番古い蔵ですね。あ、そうですか、うん、すごいな、うん、いや、ここの通りすごいですね。そうですね、かっこいい、もう左右が全部蔵、うん、かっこいいな。あ、そうなんすか。1億円から3億円かかるって言うんで。うわー、すごいな。やっぱそれも、あの、川越にお金持ちの方が多かったから、あ、あ、建てることができたって。そういうことか、ね、面白いな。あとはあの、川越の方はちょっとね、江戸に憧れもあって、はい、江戸っ子魂がちょっと強かったので、うん、はい、この蔵の大きさとか、はい、建物入って一番最初に見える梁。ああ、梁、はい、が大きさで、はい、自分のお金持ち度をこうアピールしていたって言われてますね。梁ってあれですね、大黒柱ですよね。そうです、うん、ここの正面の、はい、そうなんだ2階にもね、防火扉ついてますね、はい、あれ防火扉ですか。はい、はい、おお、なるほど。火事が起きたらあの扉を閉めて、はい、それでもちょっと隙間ができちゃうので、はい、そこにセメントのようなものを入れて、はい、さらに、すごいですね、うん、ここはなんか、はい、歩いてて楽しそうですね、すごく。そうですね、うん、うん、楽しいと思いますし、はい、四季折々で楽しいと思います。本当ですね。夕方になるにつれて、はい、蔵造りと、夕焼け、あ、いいですね、夕暮れがうまいことマッチして、もっと綺麗なんで、お、どの時間歩いても楽しいと思います、はい、あ、そうですか。はい、めっちゃあっという間でした本当ですね、はい、私もいつも思いますありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ長時間ありがとうございました。 ありがとうございました。
楽しかったです、すごく。あ、私もです。あ、本当ですか。ありがとうございます。じゃあ今降りる準備しますね。はいはい、お願いします。はい、お待ちください。はい、よし、じゃあすいません、今日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまたよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあここで失礼します。はい、さよなら。